誠による自主制作短編アニメーション作品及びそれを原作とした日本の短編テレビアニメ。自主制作版は第12回 CG アニメコンテストグランプリ受賞。彼女と彼女の猫背やアスタンディングポインツは1999年の初夏から初冬にかけて深海が日本ハルコムに勤めながら作った作品であり完全に個人で制作された5分弱の モノクロアニメーション作品である。制作環境は、パワーマッキントッシュ7600-120。使用されたソフトは、アドビアフターエフェクツアドビラストレーターライトウェーブ、シェード。生活していくことの漠然とした寂しさ、かすかな痛み、ささやかなぬくもりなど、言葉では伝えにくい感情を映像と音に託した作品で、心の金銭に触れる、そのプロット構成や、 前編モノトーンながらも緻密に描かれた作画やカット割りの良い演出などは従来の自主制作アニメーションのクオリティをはるかに超え高く評価されている。また音楽は天文が手掛けておりこれが深海のアニメーションの魅力を引き出すことに成功している。これらの画面描写や演出技法、天文との音楽性の一致などは後の深海作品のまさに原点となっている。 編集の違いにより、フルバージョン3分版、ダイジェスト版の3つのバージョンが存在する。後に制作、販売された、星の声の DVD 版にも映像特典として収録された。2016年3月に、新たな制作陣による、オリジナルストーリーのテレビアニメが放映された。都会で一人暮らしをする彼女と、偶然彼女に拾われた一匹の猫の物語。ある日、 彼女のルースデンに彼からのメッセージが入る。2016年3月、ウルトラスーパーアニメタイム枠内にて、彼女と彼女の猫、エブリシングフローズマイナスのタイトルで放送された。1話、約8分で全4話。略称は、彼女と彼女の猫 EF。第4話エンドクレジット後のパートで、自主制作版の冒頭へ繋がるような演出がなされた。 2020年10月25日には、BS1 に12日にて同月4日より放送が、開始されたアニメ放送枠、日曜アニメ劇場にて全4話をまとめた、彼女と彼女の猫 EF 完全版として、雲のように風のようにと日本だけで放送された。全4話の他に、新規カットと、新しいオープニング映像を加えて一本化した。 完全版を収録したブルーレイと DVD が2016年5月18日に発売。彼女と彼女の猫、エブリシングフローズマイナスに関するカテゴリー。ありがとうございます。